はい、どうも皆さん、こんにちは。手袋です。今日はですね、ちょっと来週かな、5月29日に、スタンのね、禁止カードが発表されるという、情報が出ておりますので、ちょっと現状でね、禁止になりそうなカードをちょっといくつかピックアップしてですね、環境の変化に備えようかなという回でございます。はい。では早速いきましょう。全部で5枚ピックアップしてみました。まず1枚目こちらですね。ドンと。はい。鏡割りの寓話でございます。これは本当もう、なんていうんですかね。ちょっと本当下馬評通りになりそうだなという感はありますが。はい。寓話、本当なんか、赤単の速攻みたいなやつ以外だったらもうほぼ赤のデッキには入ってるんじゃないかなっていう感じでございますね。で、3マナで、トークン出てきて、で、2枚ルーティングして、で、最後コピーするトークン出てくる、トークンじゃない、クリーチャー出てくるっていう感じですけど、なんかラクロスとか、もうこれと、税血2マナのあいつ出てるだけでそれコピーして、なんかクリーチャー除去りまくって、それだけで試合終わっちゃうとかもありますし、で、この、ゴブリントークンでまたその宝物出るっていうので、なんかその3色ぐらいのデッキでも、なんかもう4ターン目からいきなり絶望将来唱えてくるみたいな、なんかそういうムーブができちゃって、ちょっとなんだこれみたいな感じですよね。で、ずっと禁止になるんじゃなるんじゃない、なるんじゃないかっていう風なところは言われてましたけど、さすがにそろそろもう禁止になるんじゃないかなっていう気はします。これはもう本当90%以上で禁止になるんじゃないかなと個人的にも思っております。というより禁止になってほしい。はい。やっぱ今ちょっとラクロスとかグリクシスとかちょっと強すぎるんで、で、なんかこいつがあるせいでグリクシスとかでもなんか絶望将来結構簡単に打てちゃうみたいな、そういうところもあると思うんですよね。で、リアニもしやすいし、で、出てきたトークン対応しても、ルーティングから、まだ、エンチャント自体は残ってるし、とか、なんかいろいろちょっと、ややこしい話になってるんで、はい、ぜひ禁止にならないかなと、ちょっとワクワクしております。というところで、1枚目、鏡割りの寓話でございました。それで、2枚目ですね。2枚目、こちらです、ドンと。はい。聖断の銀行破りでございますね。いや、これもね、アグロとかに対しては、あんまりこれ悠長に出してる暇ないっていうのはあるんですけど、やっぱそのミッドレンジとかコントロールとかの戦いになってくると、もうこれ出してる時点で、なんかその、ドローできるかが打ち消しか除去かみたいなこう選択肢がすごいやっぱ増えるっていうのが、もう結構もう定番ムーブになってると思うんですよね。で、それのせいで、なんか、もう3ターン目何やっても恨めつかれるみたいな、なんかそういう状況ができちゃってるかなっていうふうに思います。で、こいつ自体登場3で、で、乗れる3マナクリーチャーとかも結構今環境的にいっぱいいる。2マナ域とかでも結構いっぱいいるんで、それこそデーゲスとか、最近ちょっと減ったけど負け犬とか、あと3マナ域とかだとあれか、狼の墓荒らしのやつとか、なんか結構いろいろ乗れるやつもいるし、で、こいつ自体が4-4なんで、ブロッカーとしても、ほぼほぼ、なんか、なんだろう、大体のやつは対応できたりとか、するっていうのも、本当に今こいつ使用率すごい多かったじゃないか。確か8割9割ぐらいの使用率なんかの大会で行ってたみたいな話も聞きましたし、はい。はい、こいつ1枚あるだけで、やっぱり4、5ターン目ぐらいの盤面の硬さが全然変わってくるんで、ちょっと、で、これ2ターン目にこれ出されたら結構もうどうしようもないっていうかね、対応もちょっと難しいんで、はい。そんな感じで、ちょっとやめてほしいなと いうところでございますね。はい。自分も使ってるんですけど、で、またこいつ全部カウンターなくなったら宝物とかも出てくるから、なんかもう強い要素しかなくて、本当にもう困り倒してた1年間、2年間だったなという感じでございました。はい。
というところで2枚目銀行破りですね。盛大の銀行破りでした。はい、続いて3枚目ですね。3枚目こちらです。トントン、はい、アトラクサでございますと、7777で、出た時に、山ほどまあカード持ってくるという感じなんですけど、まあ一番出てやる気なくなるのは僕こいつですかね、やっぱり今の環境でも。なんかそのまあこいつ4色で3マナで7マナみたいになってますけど、まあなんか素出ししてくることなんかまあほぼほぼないんで、なんかもうだいたい今のリアニデッキで、それこそさっきのグーワと組み合わせて4ターン目にギックス、あ、4ターン目にルーティングで捨ててその次すぐにギックス唱えてこいつ出してくるみたいな、まあそれかエターリかみたいな、なんか二択だと思うんですけど、それかまだエターリで出して敵トップこれだったみたいなっていうパターンとかもあるかもしれないですけど、はい。で、結構なんか、こいつをその、ちゃんと、なんていうんですかね、さっと追放できるカードって結構少ないかなっていう感じ。墓地に戻してもまた帰ってきたらなんか向こうのアドになっちゃうんで、また。っていう意味でも、ちょっともう除去、なんか早く出てくるし、除去ってもなんかその破壊だったらなんかいまいちだし、みたいな感じ。で、まあその、10枚見てもハンド、各カード入れちゃってる時点でもう、なんていうんですかね、結構どうしようもないみたいなところもあるから、それでなんかもうすぐ爆発して終わりみたいなゲームすげえ多いと思うんですよね。で、なんか、最近そのミドタンとかでも結構多色困んないじゃないですか、最近。だからその、まあ緑タンとかでもマナ加速して、なんだ、レント次元壊しとかで、全部土地好きな色出せるようにしてこいつ素出しで出してくるっていうパターンとかもまあありますし、なんかそのあんまりこいつが4色持ってることがディスアドバンテージに全くなってないっていう感じなのかなというふうに思ってます。はい、まあまあただ最近出たカードですし、でそのまあバトルとかも含めてサーチできるっていう感じにわざわざしてるから、なんかちょっとさすがにね結構出たてだからそんなすぐなるかなっていうのもあるんですけど、ちょっと個人的にはなんかもうアトラクサリア逃げがちょっともう最近ちょっと嫌になってきたんで、はい、で禁止になればいいかなと思います。禁止になればいいかなってあんま言い方は言いこないかな、まあいいや。はいはい、3枚目アトラクサでした。はい、次4枚目ですね。4枚目こちらです。ドンと、はい、絶望将来ですね。絶望将来も、まあ、さっきちょっとやっぱその、偶話とのやっぱ組み合わせが、なんか、ちょっと、やばいかなっていうのもあって、やっぱその、さっき言ったように、偶話で4ターン目からいきなり打ってこれたりとかするし、で、こんな本来、黒4マナ、黒シンボル4つあるみたいな、で、黒単しか唱えれねえだろうみたいなのが、今の環境だと結構3色カラーとかでもバシバシ入って全然打ってくるみたいな感じ。グリクシスミートレンジとかバリバリ入ってるしね、っていう感じになっちゃってるんで、なんかまあ偶話禁止になったら逆にこっちは残るっていう可能性もちょっと普通にあるとは思うんですけど、まあ結構やっぱり黒ベースでミートレンジとかだったらまあほぼほぼ入ってるし、やっぱりこれも良くないんじゃないかなと思ってます。まあ一応最近そのプレイヤーに呪言つけるカードとかも増えてきたから、まあ対応策がないこともないんですけど、ただなんかこれのためだけにずっと一生懸命構えてるっていうのも、そのやっぱ対戦中はなかなか現実的にそうはなら やりにくいっすよね、そういうのは。はいはい、これ打たれたらもう本当に名実ともに絶望将来みたいな感じなんで、まあちょっと禁止にしていただければいいんじゃないかなと思っております。はい、4枚目絶望将来でございました。次最後ですね。最後5枚目、まあ5枚目というかまあはい、こちらです。ドンと、はい、まあ3色土地ですね。はい、まあ今って3色土地全部で5つあるんだっけ。はい、ちょっと土地がね揃いすぎてて、なんか今ってすごい 5C のデッキとかってすげえいっぱい見るんですけど、本来あんなにいっぱい 5C のデッキ生まれないと思うんですよ、そもそも
で、まあ、玄関機もその、ハントとかもあるから、まあ、ハント、これ、まあ、三色灯全部ダメだったら、ハントどうすんのみたいな話には、まあ、確かになるんですけど、まあ、ただ、ちょっとこの三色灯がいっぱいあるせいで、なんかもう、土地は自由に何でも組めますみたいな、色は何でも OK ですみたいな、あんまりその、多色に対するハードルがすげえ下がりすぎてて、なんかもう何でも、まあ、すごくさっきのね、まあ、アトラクサ含めて、あんまり色が多いことにが足かせにならないみたいな感じになっちゃってるかなと思います。で、やっぱこれサイクリングもついてるんで、なんか、まあ、普通に2色の土地にこういうの1枚、なんかタッチ、例えばなんか、白黒の土地、やつとかに、こういうのなんか1、2枚入れといて、なんか、いざ困った時のサイクリングみたいなムーブとかもやっぱり割と強いんで、なんか全般的に3色土地、まあ、全部とかもあんのかな、全部とかわかんないですけど、まあなんかそういう、ちょっと制限を加えないと、いけないんじゃないかなというふうに個人的には思っております。はい。まあ特に有効色系の本当の、このラフィンの塔です。まあエスパーです。エスパーとか、あとあれか、グリクシスの三色塔とかもあるんで、なんか余計そのあたりの 三色デッキが強くなりすぎてて、もうなんか大会ももうなんか見飽きましたみたいな はい。グリクシス、ラクドス。まあ、ラクドスは2色だけど。はい。なんか、エスパー・ラフィーン、この1年間で何回、トップ8残ったんだ、みたいな 感じにもなってると思うんで、ちょっとそのあたりも、まあ、そういう意味じゃラフィーンもそうなのかもしれないですけど、対象としては。はい。なんか、動きがあれば、面白いかなと。環境として面白くなるかなと。多様性が増えるんじゃないかなと、思っております。はい。という感じで、ございました。まあ、ピックアップした。まあ、結構、皆さん喋られてるカード5選って感じですけど、ちょっと個人的にもなくなってほしいやつをちょっと選んだっていう感じでございましたね。はい。まあ、ちょっと29日の発表を、まあ、待った上でね、また新しい環境になったら、デッキの多様性もそれこそ本当に上がると思うんで、またそれ踏まえたデッキの紹介とかも、はい、たくさん出していければいいな、というふうに思っております。はい。動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。